袋。うん、はい、皆さん、こんにちは、こんばんは。ザ・レジェンド・オブ・ゼルダ・ブレス・オブ・ザ・ワイルド、7回目の実況ですね。今回ね、ちょっと神殿の前ではなくって、あそこからね、次の祠へ向かうね、道中で今キャンプをしています。キャンプっていうかね、ちょっとおじいちゃんの小屋があって、そこでね、ちょっと勝手に借りて今料理をしたところです。で、何のために僕今料理してたのかっていうと、これから行くね、祠のある場所は、結構ね、気温が低い場所なんですね。なんでその低い気温が低い場所へ行くので、ちょっとね、食材を集めてきて、この体が温まる薬と、ピリ辛薬、これとね、どれだっけ、これか。ピリ辛スパイシー焼肉。この料理をね、ちょっと作ってました。で、本当はね、ここのおじいちゃんは、自分でね、寒さ対策の料理っていうレシピを自分で考えたんだけど、それを忘れちゃったから、同じ料理をちょっと、わしに見せて思い出させてくれんかっていうことを言ってるんだけど、その料理がね、ちょっと今のところレシピがよくわからないので、適当に今作ってできたのが、ご覧の、まあ、この、ピリ辛スパイシー焼肉と、ピリ辛薬ですね。はい、じゃあね、とりあえずちょっと、まあ、それで料理を見せればね、寒いとこでも活躍できるように防寒着をくれるっていう話だったんだけど、まあそれはまたね、今度にするとして、とりあえず今は、これだけね、料理も薬もできちゃったんで、次の祠、この黄色い部分ですね。ここの祠を目指しましょう。ね。とりあえず、武器もちょっと心もとないけど、まあ途中でなんとかなるでしょう。ね。はい、それじゃあ早速もう行きますよ。方角的にはこっちだね。よし。あれ、虫。虫はね、薬の材料になります。あ、今逃げちゃったな。これは薬の材料になるんで、現実ではね、虫が嫌いって人もゲームの中では虫を捕まえて薬を作ってみてください。よし。じゃあね、お、あそこにもボコブリンたちがいるね。この谷を渡んないとダメか。あ、向こうから行かれるな。よしよし。木を倒して橋にするか、向こうから渡って、で、崖伝いに、こう崖伝いに向こうへ行くか。行き方は何パターンかありますが、ちょっと一旦木を倒して、橋を作ってみようかな。よいしょ。どの辺がいい？この辺の木がいい？せっかくなんでね。よいしょ。向こうにうまくかかってくれれば、かからねえか。これでどうだ。かかるか。あ、かかったかかった。じゃあこの丸太をちょっと渡っていきましょう。
あぶね。よいしょ。よし。慎重にね。危ない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 。ほら死んだ。何やってんだろうね。ごめんなさい。ちょっとね、慎重に行くなんて自分で言っておきながら。え、ちょっと待って。もう相変わらずのヘッポコプレイですけどね。あ、キー消えちゃった、それで。何やってんだよ。しかも体力ないよ。まあね、これが僕のプレイなんで。ね。よしよし。どうだ。よし。ちょっとしゃがんでね、行きますね。ゆっくりと。慎重にね。慎重に行きますよ。ね。これを渡り切っちゃえば、あそこの崖をね、崖を伝ってくる危険なことをしなくていいんで、まあこれも十分危険なんだけどね。はい、ありがとうございます。うまく渡れました。じゃあね、あそこに敵がいるので、気づいたかな？ちょっと待ってね。よいしょ。炎の矢でいいか。ちょっとね、奇襲を仕掛けましょう。まだまだ撃つなよ。もったいないかもしんないけどね、こんないいやつ買うの。燃えてる燃えてる。よしよし。行くぜー。うん。よし。よし。よいしょ。はい、お薬の材料と、薬の材料と、新しい武器だね、これは。コンボ？ボコ槍。太い木の枝から乱暴に、削り出された武骨な槍。肉や魚を刺して火で炙るのにも使うようだ。あの焚き火の上にかかってるやつがそうかな。で、ここにね、リンゴがいっぱいあるので、このボココンボいらないな。よし。ちょっとリンゴをね、乱獲していきましょう。これもしかしたら叩けば落ちる、いっぺんに。あ、落ちる落ちる。よしよしよし。まあね、あんまり拾いすぎちゃって落としすぎてね、全部落っこっちゃったけど。まあまた木があればまた実るよね。動物たちが食べるのは困んないでしょう。よしよし。この上か。祠はこの上だな。登っていく？よじ登っていく？それともどっかに回り道がある？回り道探す？結構険しいよね。ああ、行き止まりか。
なんか壊れそうな岩があるね。よいしょ。こうか。さあ、なんかいいものがあるかな。あ、炎の矢、ちょうどよかった。炎の力が封じられた矢5本セット。当たると砕け散り、周囲を燃やすことができる。特に冷たいものには絶大な威力がある。これから行くとこはね、ちょっと雪山っぽいところなんで、まあ寒いところなんで、やっぱ山の頂上はね、寒いですよ。なので、いいかもしれない。よじ登っていくしかないかな。どっかよじ登るにしても、登りやすそうな場所から行かないと。よいしょ。まあ、頑張りゲージをね、回復してくれる料理とかもいっぱい作ったんで、多少無理しても大丈夫かな。まあ、休み休み行きましょう。まだ先は長い。ただね、祠はこの山の上ですね。落ちるなよ。回復アイテムとかもあれば拾っていきたいが、キノコとかがね、この崖にね、寄生してることがあるんですよ。よいしょ。ロッククライミング。よし、もうちょい行けばそこで休めるな。うわー、傾斜がきついな。ちょっとここは。いけね、いけね、いけね、いけね。いけね、いけね、いけね。うわ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 。もうちょっといった出っ張りで休めれば休みたいんだけど、こっからね、傾斜がきつくなるね。スタミナ回復用のアイテム。よいしょ。もうちょっとしたら食べよう。よいしょ。料理料理。これじゃなくって、スタミナ回復の、頑張りゲージ回復。あれ、頑張りゲージ回復の料理はなかったっけか。ないか。じゃあ素材か。頑張りだけ。あれ、頑張りゲージ。回復の料理作んなかったっけかな？マジか。うわ、また料理しに戻るの？ああ、料理作ってないな。このまま登ったらまた落ちるしな。あ、そこで休めないかな。ここで休めないか。あ、ダメだ。そっか。どっか。登ってきやすいわ。あ、こっちのが登ってきやすいかもしんないな。
よいしょ。こっちから行きますか。こっちのが避難所みたいのいっぱいある。キノコもあるし。よいしょ。で、ちょっとね、行動を早くできる薬は作ってあったんで、それを飲んで行きましょう。ね、休み休み行きましょう。よし。ゴーゴー薬。どっちのゴーゴー薬の方がいい？こっちの方がいいな。で、移動力アップになったんで。あ、早くなってる気はする。よしよし。頑張れ頑張れ。落ちるなよ。ゴーゴーだけ。休んで、ちょっと休んで、あそこの出っ張りで休んで、よし。このキノコを取りながらね、行きましょう。よし。そしたら真上か。行こうか。ね、さっきよりは登れてるはず。もうちょっと行けば休めるんじゃないか。そこで、うん、よし、頑張った。あそこにキノコ一つ取り残してあるな。よし。落ちるなよ。よし。一旦休んで、あとはこのまま上行っちゃっていいかな。よし。そっち行くか、一回。そこの出っ張り行くか。よし。休んで。もうちょっとはね。よし、行こう。あとはこのまま登り切ってしまえば、もう祠はすぐそこのはず。ほらね。よし。はい、三つ目の祠に到着しました。はい、皆さん遠くに、始まりの塔と神殿と、あの二つ目の祠が見えるのわかります？こんなに高いとこ登ってきたんですね。いやー。結構忙しかったな、ここまで来るのに。でもね、まだ全然、物語、ゲームとしてはまだ全然チュートリアルみたいなもんですからね。よしよし。もう他のね、実況者さんたちは、クリアしてる人もいますからね。さあ、ここが三つ目の祠です。さてさて、入る前に、よいしょ。ここら辺はまだそんなに気温低くないのか。いや、いい景色だね。うん。うわ、高い。こんな上まで来たよ。落ちるなよ。うわ、怖いな、なんか。あそこはね、もう雪積もってるんで、
あそこから寒くなりますね。よいしょ。落ちるなよ。もうちょい端行こうか。うわ、高すぎる。これ足滑らしたらもう即死ですね。あ、さっき倒して渡ってきた谷が見えます。ここをずっと登ってきたんだね。頑張ったね。風が吹いてきた。よしよし。ありがとう、ありがとう。じゃあ、これで、あ、びっくりした。これで、下へ行きます。下へ行きますじゃない。祠へ行きますね。さてさて、これはなんか意味ありげだな。ん？何？何の音？シャーって。押せない。うん、特に何もない。よいしょ。これ一つしか置けないのか。何個かまとめて爆発させれば、岩動きそうなんだけどな。L ボタンを押すと爆発しちゃうもんね。よし。それじゃあ、どうしよう。三つ目の祠行っちゃいますか。多分そんなにね、難しい試練ではないと思う。よし。はい、じゃあ行きます。はい、来ました。祠を訪れし者よ、我は、ま、は末代、女神ハイリアの名におき試練を与えよう。時を止まれ、は末代の祠。時間を操ることができるようになるんかな？よし。はい、シーカーストーン認証アイテムの入力を開始します。はい、じゃあ、ピタロック。ビタロック？ピタロック？ビタロック。時間を止めた対象に衝撃を与えると動く力を貯めることができる。貯められた力は動き出した時に一気に解放されるので、うまく使えば巨大なものを動かすこともできる。なるほど。よしよし。これでじゃあ時間を止めながら行くわけだな。よし、止まれ。止まれー。止まらんぞ。あ、歯車の方か。歯車よ。止まれ。あ、時間制限はあるんだ。ずっと止まってるわけじゃないんだ。なるほど。あ、そしてこれは、また使えるようになるまで若干のラグがあります。はい、近くに宝箱らしきものはない。
そして奥から鉄球なのか石の玉なのかが転がってきてるので、こいつを止めなきゃいけないね。あそこから発射されるのかな、多分そうだね。なるほど、止まれ。よし、吹っ飛べ。どうだ、吹っ飛ぶか。戻った、戻ったけどまた戻ってきた。押せないかな、押せない。あ、動いてきた。しくじった。あ、でもよし、止まれ。あ、いけね、武器も装備してね。なるほどなるほど、思いっきりこうやって止めといてパワーを与えて吹っ飛ばしてしまえば、使えないよまだ。はい、いつものね、いつものプレイです。はい、じゃあリトライ。どっから、あ、こっから。よし、はい、もう時間を止めるところはもう持ってるんで、よいしょ。そして先渡っちゃうか。よし、武器はこっちにしといて、さあ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 急いでいこうね。一回やり過ごして、止まれ。壊れた。どこまで戻った、あ、くそ。これはこれは、よしよし。なんだこれは、ハンマー、鉄のハンマー。鉄でできた大きな金槌、もともとは鉱石を叩き割るのに使われていたが、武器としても結構強い。これはいいものを手に入れたね。向こうか。これで時間を止めてぶっ壊しゃいいんだな。パワーを貯めて、よし、結構パワー溜まったよ、ほら。よし、吹っ飛んだ。よし、ここはちょっと落ちないようにいくよ。よし、はい。さあ、克服の証をもらいましょう。試練を克服され、よくこくぞよくぞここまで。あなた様こそ、ま、孫ことなき勇者。今こそ女神ハイリアの名において克服の証を授けましょう。はい、ありがとうございます。よしよし、はい、じゃあ三つ目の勇者の証明を手に入れました。これで我が役目は終わる。女神ハイリアのご加護があらんことを。じゃあね、これで、リモコン爆弾は見た目よりも軽く風の影響を受けやすいのか。風で転がしたり飛ばすこともできる。なるほどね。
さあ来たぞ。あ、やば、あ、やば、あ、やば。いつものプレイです。ハンマーを、ハンマーを、ハンマーを捨ててしまったよ。落ちてないね。ハンマー落ちてないね。しくじったな。まあいいや。まあね。こういうのが僕の遊び方なんで。よし。よし、これを飛ばそう。吹っ飛べ。気持ちいいね。宝箱。旅人の弓か。そう、弓はいっぱい持ってるんだよ。はい、それじゃあね、今回はこれぐらいにしておこうかな。次回ね、最後の祠行こうかな。はい、じゃあ今回もね、実況は誠やらせていただきました。あそこでね、なんか動いてるのは僕の腕かな。はい、じゃあまたよかったらご視聴ください。これ本当にグラフィック綺麗なんだよな。この石の材質の感じの光り方とかね、本当にこういうの好きだな。はい、それじゃあまた次回よかったらご覧ください。実況は誠がやらせていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。失礼いたします。